Hey, hello! こんばんは。久しぶり。どうみんな会場後は。京都は以前と比べたら全然人少ないです。でもまあ関西人のことやからな。すぐ増えると思うで。まあ、東京もさ、解除されてすぐなんだけど、渋谷とか結構人いるしね。君はどこに住んでるんだっけ？Oh gosh, don't forget me. I'm in Mississippi in state. わからんわからんわからん。ごめんごめん。あのね、こっちはね、ロックダウンは一部解除されたけど、リモートワークが続いてるよ。やっぱ辛いよね。いやいやいや、なんでよ。ずっと家にいられたらさ、ストレスもたまるさ。あー、それわかるな。うちは家族多いから、なおさら。私はパーソナルスペース保てる環境ですから。でも、まあ基本的に自由にやらせてもらってるかな。僕のボスは日中はオンライン会議で、その後トレーニングに、深夜までネットフリックス見てるから静かに眠れないんだよ。殻に閉じこもってたらええやん。 No! No! ボーンじゃないからさ。感情そうなのに。意外とそうでもないんだよ。双子の方がマシかもしれませんね。うちの家族はさ、みんな暇だからってやたら写真撮ってくるの。うちはね、喋って喋ってうるさいんですよ。インコはみんな喋れると思われてますけど、あれ選ばれし者の能力ですから。喋れないんだ。いえ、私は喋れる方のインコです。喋れるんかい。俺はな、オンライン会議中にパソコンの前に座って邪魔したり、あちこちで爪研ぎまくったりしてストレス解消してるから大丈夫や。いやー、その後絶対チャウチョウよりくれるしな。ずっと家にいられるのは窮屈だよね。でもずっといないのも寂しいし、やっぱ私たちの存在価値って癒しを与えて愛情を注ぐことだと思うんだよね。さすがです。犬の皆さんの忠誠心には頭が下がります。お互い自由に生きた上でウィンウィンでやったらええんと違う？私は家にいられるのは嫌じゃないんです。動画配信とかしててにぎやかですし。飼い主って芸人だったっけ？はい、喋らせるのも番組の企画みたいで。おお、見たよ。星のなんとかを歌ったりモノマネしたりね。めっちゃ見てんな。僕は興味ないけど、ボスが見てるから。飼い主のことが好きなんですよね、皆さん。自粛解除されたらまたお留守番になるんだよね。それがペットの宿命やな。自分でも楽しみにしてんとな。 Keep in touch。 あ、そろそろトイレに起きてくる時間だ。なんやそれ、お宅の主人年寄りな。違います、夜勤明けにしこたまビール飲むから、この時間は決まってトイレ。 It's amazing。 そんな飼い主嫌や。体だけが心配なんだよね。看護師だから今大変みたいで。 Nurse。 長く寄り添えたらいいですね。そうだね、うん、みんなもね。んせやな。じゃあみんなまたね。 OK、 See you again。 あ、こら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 、あかんやんか、こら。何し、スマホは勝手に触ったあかん言うたやんか、もう。ごめんな、明日からちょっとの辛抱やからな。チャオチュール食べようかな。ほら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 、これ食べえな、これな、これほらほらほら、うん、うん、そうかそうか、ああ、いいな、これな、うん。ああ、あんたのお腹おいしいわ、うん。ああ、もう一口食べていい？うん。ありがとう。ちょっと、ビーちゃん、まさかあんた、スマホ触れるようになったん？天才やな。よっしゃ、明日 YouTube 撮るで。ピーヒャラピーヒャラパッパッパラパピーヒャラピーヒャラおへそチラリチラリパッパッパラリラピーヒャラ。仕事ないな。つらいな。仕方ないよ。元に戻るのはこういう業界が一番遅いって言われてるんだから。てかマスクいらんやろ。ああ、そっちもやけど、マスクも。え？仮面、仮面の方。ああ、だって、会議は普通、清掃だろ。ほら、あんたも。ずっと思ってたけどさ、なんであんたが桃なん？どう考えても私やろ。
はよ、外し、ほら。ああ、どうした、どうした？鶏ガラのやつ、またやりやがった。鶏ガラ？猫だよ、猫。ソファまた引っかかれた。ミドレンジャーに飼われてるってかわいそうよね。ちゃうね、ちゃうね。青レンジャーから預かってんね。え、青レンジャーから？うん。あの、チャオチュールだけおとなしく食べよるからな。ほら、鶏ガラ、鶏ガラ。え、え、え。猫の名前、鶏ガラってセンスないよね。ね、もしかして、ゴレンジャーハリケーンか？え、あの伝説界の？ところで、青レンジャーは？来ないよ。え？あいつ来えへんの？大事な会議やのに？うん。もしかして、感染したとか？まさか。だからあいつ、ペン猫。第2波、第3波、絶対あるもん。違う。感染してない。じゃあ何に？怖いって。はぁ？ゾルダーとか大勢いて密だし、戦闘は濃厚接触だって。いやいやいや、仮面してんのに？まが大事な時やろ。こんな時こそ、子供たちに夢と希望を与えなければいけない。それが俺たちの使命だろ。そうよ、絶対そうよ。奥さんからも反対されてるって。あいつ、嫁おったんか？お腹に子供も。地球以外に守るべきものが見つかったんだな。それで、これを機に転職するって。はぁ？転職って何すんねん？ YouTuber？ いや、無理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 。あいつサブリーダーのくせになんか地味やしさ、ほら、自分から何かを発信するっていうタイプちゃうやん。それか、パイロット。いや、無理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 。今さら何を夢見てんねん。しかもあいつ、目ごっつ悪いやんか。それか、介護士。急に現実的になったな。資格も持ってるんだって。前々から準備してたのかもね。どうしよっか、僕たち。くそ、みんなに夢と希望を届けたいだけなのに。ウーバーイーツはほら、夢と希望を届けられるやろ。温かくて美味しいご飯も。それいいかもね。ほら、トレーニングにもなるしさ。仮面かぶっててもいいかな。まあええんちゃう。マスクは、マスクはしててもいいかい。そらもちろん。よし、登録する。お前ってやつは細胞レベルで赤レンジャーなんだな。元に戻るまでもう少しの辛抱やね。もうまたこれやろうよ。僕寂しいね。実家暮らしやのに、そばにいるのに会話がないっていうことほど寂しいもんはないよ。猫おすすめやで。犬は。あ、青レンジャーはどうする？おいっす、お疲れ。俺は信じてたぞ。よかった。青レンジャー、お前やっぱり戻って。あ、明日、明日、鳥柄引き取りに行くから。え？オレンジャーはやるよね。やらへん。お前がおらんと俺たちは成り立たへんのやで。どうにかならんの？介護の仕事忙しいね。ダブルワークでもリモートワークでもいい。俺たちにはお前が必要なんだ。赤レンジャー。いや、ゴレンジャーのリモートってなんやねん。よっしゃ、わかった。ほな俺はこれから常にリモートで参加するわ。電力にならへんやろ。そうと決まったらいつものあれやりましょうよ。な、リーダー、うん、よっしゃ、行くぞ。5人揃ってゴレンジャー。では家族会議を始めます。今日の議題は、ちょっとパパ、ルフィのいい写真撮れそうだったのに。俺
さっき取れたよ。ルフィはどう取ってもイケてるし。なあ、家族会議はオンラインでやらんでいいだろう。同じ家の中にいるのに。誰が保菌者かわからへんでしょ。さて、今日の議題はズバリデリバリーです。いつもそれだしな。俺は絶対ピザ。生まれた時からピザって決めてる。ピザと結婚しとけ。ピザはこないだも頼んだやろ。ピザはがん予防になるし、悪玉コレステロールを減らすよ。それは惹かれる。でもピザはあかん。私、パワーサラダに人参ドレッシングがいい。ああ、サラダなんて晩ご飯にならんだろう。なるし、小松菜奈が食べてるし。お前は小松菜奈じゃない。食べたら小松菜奈に近づけるかもしれへんやろ。お前、徹子のカルビビビンバにでもしとけ。私が徹子になったらどうすんの。父さんは構わんよ。徹子でございます。やめなさい、もう。あんたクオリティ低いわ。ピザでいいじゃん。2枚目無料だよ。これは取りに行ったらの話だろ。取りに行けばいいじゃん。それじゃデリバリーにならんだろう。父さんがしてよ、デリバリー。父さんは仕事で忙しいんだ。忙しい？オンライン会議にパンツ姿で出てるのに。上半身が重要なんだ。やめなさいって。もう、まあ、パンツ、ほら、はい、しょうもないわ。そのくせして、会議ではペコペコしてるくせに。あれはパフォーマンスだ。物事をうまーく進めるための、いわばテクニックと言ってもいい。子供の相手をしながら仕事するのは大変でしてなって人のせいにしてたくせに。子供の相手？うちらもう中3と高1なんですけど。それはだな。ご飯は作らん、家事はせえへん。何のためにステイホームしてるんですか。仕事だね。仕事なら私もやってますけど。私ご飯作るの手伝ってますけど。ルフィの散歩してますけど。悪かったですよ。みんな好きなもの頼んでいいから。じゃあ私、英語和牛特上ローストビーフ弁当にする。私うな重。俺寿司。ピザじゃなかったのか。お姉ちゃん今日帰ってくるよね。何がええやろ。ピザ絶対違う。もっと元気出るもんがいいと思う。やっぱり疲れてるやろうしさ。ほな、うなぎやね。オッケー、注文しとくね。来るまでの間、議題その2。まだあるのか。緊急事態宣言もようやく解除になりました。せやから目標を立てた方がええと思うのよ。目標。この2ヶ月いろいろ考えることあったやろ。これから先のこと。あったかな。え、医学部目指そうかなって。こういうことあって一生懸命な姉ちゃんの姿見てたし、医療関係で働きたいなって思って。いや、泣けるわ。でもお姉ちゃんの酒癖は真似したらあかんよ。私はやっぱり音楽がやりたい。音楽でみんなを元気づけたいって思った。素敵やわ。応援するよ、お母さん。頑張って。頑張る。お母さんはお父さんに頼らず生きていけるようになる。いいと思う。賛成。まあ今も頼らず生きてんねんけどな。おい、冗談はよしこちゃん。はあ、いやいや、そのもっと稼いで、もっと家族のことを考えて、もっといいお父さんになります。はい。ある。内容がないよ。なんでだろうな。お父さんだけ緊急事態宣言継続中だな。あ、来た。取りに行ってくれる？はーい。さっきの詳しく説明してもらおうか。いやいや、そのね、それは姉ちゃんだった。ただいま。おかえり。おかえり。疲れたやろ。せーのつくもん頼んどいたで。マジでやった。ああ、
もう飲んでる。あ、今度こそ私取りに行ってくる。ちょっとお父さんどうしたん？父さんを誰か救ってくれ。ちょっとちょっとちょ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 っと、ん？赤レンジャー来たんですけど。え？来て？何それちょっとなななな。ほらほらほら。こんなサービスはあるの？いやーマスクまでつけてるやないの。かわいい。マスクオンマスクだ。すごいインスタ見よう。ありがとう。赤レンジャー。だあ、よいしょ。えじゃあ、ほな食べましょうか。ね。うん、はい。いただきます。いただきます。いただきます。どうしてご飯はないのかな。おいしい。うん、うわ、父さんのご飯はないのかな。そばにいて、そばに来て、あなたのぬくもりを感じたいの。触れられないうちで過ごそう。外に出ないから元気出ない。優しくなれない日もある。それでも笑ってみたり歌ってみたり、いつかを信じてる。いつかみんなで手をつなごう。一つの大きな輪を作って、悲しみや寂しさ忘れないでよ。この時の幸せを一生忘れない。いられますように。一人じゃない、一人じゃない。私あなたを信じてる。今日も昨日もよく頑張りました、よく頑張りました。